写真拡大。オリックスは22日、紅林弘太郎内野手、19と球団スタッフ1人が新型コロナウイルスのスクリーニング PCR 検査で陽性判定を受けたことを発表した。21日に宮城大弥投手、20の陽性が判明したことで、球団施設利用者を対象に同検査陽性反応が出た紅林らは共に無症状だが、現在は管轄の保健所からの指示を受けながら隔離療養を行い、早期の回復を目指している。また、22日、23日の2日間は同施設内で行っている新人合同自主トレを取りやめ、選手らは個別練習を行う。紅林は2年目の昨季、球団史上最年少の19歳で開幕戦のスタメン遊撃手に名を連ね、シーズンを通して活躍。打率.228、10本塁打、48打点をマークしてリーグ優勝に貢献し、ヤクルトとの守備も安定感が増しており、肩の強さにも定評が上がりました。